今回の雑学はこちら。もしもエレベーターのワイヤーが切れたらどうなるのかということです。エレベーターのワイヤーは最大積載重量からさらに10倍の安全率を考慮して作られているので、ワイヤーが切れることはない。もしもワイヤーが切れたとしても、エレベーターには規定の40から50%以上を上回る速度で下降し始めると、自動的にブレーキがかかるようになってて、1メートルほどで下がったくらいでブレーキがかかってくると。もしもブレーキ装置が故障したとして、急降下しても、エレベーターの空間がエアクッションの役割を果たすので、下がって衝突することはないと。はい。ということです。